なかなか、なんか窓景色も良くて。あ、本当ですか。うん。いいっすね。人工管制センターってどこなの？何個にあるの？いや、言えない、言えない。言えない。う 人工関節センターっていう病院名ですか？ん。うん、まあ、あんま言えない。そこもちょっと。あんま言えない。ああ、そうなんですね。あ、そうなんですね。いや、僕、もう明日退院ですか？明日手術なんですよ、僕。入れ替わりっすね。筋肉を手術するの？筋肉の腱が切れてるんで、その腱を筋肉にまた引っつける、切れたところに引っつけるって感じですね。すごくない？もうバチンって何をやってた時とか覚えてないの？サンドバッグですね。うわぁ。で、左フック打ったらパチーンって切れたみたいですね。だから、その自分の、そのパワーが足りなかったみたいなんですよ。腱が。で、まあその切れた腱を、まあまたその切れた箇所に筋肉につなげるんですけど、その腱がその筋肉に届かなかったり、腱が傷んでたら、この手首の一本いらんを移植しないと。その手首、減っても大丈夫な使ってないみたいです。この2本あるんですけど、この手首の腱が。の？この1本はいらないみたいなんで。人工の腱とかね、あればいいのにね。そうですね。だから僕、もしかしたらこの両手首1本腱なくなるかもしれないんですよ。それはじゃあもうすごいし、当日やってみてどうかで変わるわけ、流れ。そうなんですよ。当日切って、やっぱきつい。じゃあもう何時から？午後？午後3時からなんですけど、見立てでは3、4時間の手術って言われてるんですけど、ちょっとそれ次第ではわからないみたいな感じらしいです。はあ、3、4時間って、俺ね、3時間もかかんなかったから、1時間。え？あんだけ骨バキバキになってですか？スピーディー、やっぱ早いんだって。この、やっぱ人工関節センターだから、そういうのに。キッズがトップ。やっぱ早いんだって。だから、尿道に、チンコにさ、管通す。だよ、普通全身麻酔って時間かかる。そうですね、はい。そういうのもしなくてよかったんだけど、ああ、そうなんですね。リフト君を全身麻酔やったことある？あります、あります。何の時？右肘手術した時と、この、いいんだ、そしたら。で、鼻も全身麻酔でしたね。で、でも、どっちとも管、僕まだ管とか入れたことないんですよ。多分今回も管入れないですね。なんか紙おむつ履かされるんで。あ、そうなんだ。ああ、じゃあ、いつない？で、なんかその瓶みたいな渡されました。その手術後トイレ行けなかった時のためにみたいな。もう横にある。紙瓶みたいな渡されて。絶対こんなんでここでトイレしたくないわと思って。そうそう。俺、それで揉め。歩けるまで絶対我慢しよう思ってますね。そうそうそう。いや、俺、それで、揉めたから。揉めた？揉めた。なんでなんすか？いや、もう、いけるって、もうベッドで手術終わってから、もう3時間は、もう絶対にもう、いてくださいと。まっすぐ、やっぱり、ふらついとかがあって、こけていけないから。っていうので、そう。で、俺も、もう終わった直後からもう行きたかったん、トイレ。まあ、なんかちょっとその時タイミング逃して、まあ、ベッドに入ってもうとか、じゃあもう今から。はもう、トイレはもう市民でしてくださいみたいな感じになってさ。わー、どうしたんすか、ほんで。いや、でも2時間半経ってもうええやろと。もういいで。俺は大丈夫。俺は大丈夫ですと。あれもうその5メーターぐらいで行けるんだから、トイレは。もういいでしょ。もう30分だからもういいでしょ。みたいな感じで言ったけど、いや、もうダメだ。もう3時間は待たないとダメです。みたいな。で、15分ぐらいでもういいでしょ。漏れそうやねん。漏れそうやねん。もういいでしょ。でも市民でやってくださ趣味でて。い。で、5分前ぐらいでもう、市民でやったみたいな。
耐えきれへん。耐えきれへんで、もう最後。最後の1個。耐えきれなかったですね、それで。もう、無理や。トイレもさ、近くなってくると漏れそうになるやん。我慢できなくなるやん。はいはいはい、わかりました。そう。うわ、あと5分きついっすね、それ。もうちょっと我慢したかったですね。そう。まあ、初めて書いたわ。あ、でも、市民でやっどうでした実際。やっぱ、気持ちよかったですか？なんか、なんか意外と良かったね。うん。なんかそんな、なんか固くなに拒むこともなかったのに、結構ええやん。結構出たやん、みたいな。うん。色ちょっと。こうないか大丈夫か言う終わりやから麻酔が効いとんのかな麻酔でこんな色になってもうたんかなそんな濃かったんすねそう一本で大丈夫かみたいなシミ結構やってるよこれあふれ返ったらこれ意味なくなるよみたいなそんなにっすか。うん。9割5分。ギリギリや。ほぼっすよ、もう。ほぼ満タンっすよ、それ。だからもう、3時間我慢してんから。まあ、2時間55分。2時間55分。我慢して。我慢しつけたから、ね。趣味になしたらもう9割5分溜まったと。やばかったよ。だいぶっすね、それ。ナースコース。うん。ナースコレクションも市民のやつもすぐ捨ててくださいってお願いしました。うん、そういやそれはもう黙ってこう。黙ってたんすか。黙って。やばいな。え、ショイさんそえ何泊してるんですか。もう4泊目。金曜日え木曜日入って金曜日土日月やからもう5日目か5泊6日。5泊、5泊もしてるんですか。そう、まあ、ちょっとそういや想像以上に痛くてさ。ああ、うん、はい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 。そう最初あえちょっと待ってください、ギブスとかしてないんですか。いやなんかねもうギブスいや一応あるんだけど。そう。あのもうあのまあれで止めてるからもうボルトで。ああ。しかしてもう折れたところに行かないわけよ。むしろこのグッパーのそれあの格闘技の練習できるまで何ヶ月後って言われました。いやまあ2、3ヶ月じゃない。でも俺結構感覚が敏感だからあのまあ治ったか治ってないかな正確に。2、3ヶ月ってめっちゃ早ないですか。多分手術したら早いよ。マジですか。骨ってそんな感じなんですね。うん、わかんない。尺骨だからちょっと試合し、ちょっと粉砕気味だから、痛みがどれぐらい残るかわかんないけど、なんか多分。いや、超人さん、あの試合男でしたね、ほんまに。震えましたわ。そう。はい。あの、落ちた後にタックル行くの、ほんまちょっと渋すぎましたね。ねえ、あれ、俺、アカデミー賞だったら、あの、受賞してますね。世代優勝。いや、ほんまに、あの、大丈夫。トッパらしい。マジで、うん。あれすごかったっすね。いや、ほんまに、だから、その、1週間前とかじゃなかったっすよ。1週間前でした、試合。5日前じゃね、月曜だから。で、土曜で。5日前に決まって、あそこまでの、その、試合の時にあそこまでの、こう、気持ちを出せるって、ほんますごいなと思いましたね。あそうなんだ。あだってその格闘技ってやっぱせめて1ヶ月前とかでもう決まってで1ヶ月の試合前のまでの練習ってめちゃくちゃきついじゃないですか。1ヶ月前とか特に、うんうん、でも中でもやっぱり試合に勝ちたいからやっぱそのもうほんまにこう生きるためにその日を乗り越えるじゃないですか。追い込みの練習とかってでそういうのを経てその試合の時に気持ちが折れそうな時でもあの勝つ動けるそのなんていうんですかな、もうメンタルとかを鍛えていくじゃないですか試合に向けて、うんうん、打つってそうやのにその5日前でそんな追い込みの練習もできてないのに、うん、あの気持ちの強さ骨折れてても右のパンチを出すあの強さを
あの持ってる庄司さんの侍魂には本当にもうあの感服しましたね。いやいやいや嬉しいです、ありがとうございます。いや、うん、あれはほんまできないですよ、本当にできないですよ、あんなあそこまで戦えないです、マジで。だって1ラウンド目で折れたんでしょ。そう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 、でしょ、1ラウンド目で折れて確実に分かるじゃないですか、そんなアドレナリン出てても折れた、うん、なんかそれでもなんかこう前出てあの戦い抜いたのほんまやばいっすね、庄司さん本当に。いやね、いやリフト君にそうやって言われるとめっちゃ嬉しいよ。いやいやマジやばいっすよ。いやわかるっす、その、うん、やっぱ試合中に僕も脱臼したこととかもありますし、うん、そのやっぱなんていうのかな、骨の異常ってほんまなんか異常に痛いじゃないですか、その瞬間って、うん、それでもやっぱその折れた手でさらに殴りに行くってどういう、ほんまなんかもう多分あの行ってないとできないっすよ、うん、多分もう人間じゃない、多分俺じゃないと思ってんだよね、多分試合の時って。なんかああ試合の時ってね、うん、なんかね誰かが憑依してんですね。そうそう、憑依してる感じのつもりでやる感覚になるよね。絶対見てやる、こんな痛いの。もうあいやーあれすごかったなあ、んだけの激闘。でもなんかね、うん、やっぱ減量とかも急激にやったから、だからそのなんか個人的になんかね、すげえ研ぎ澄まされた感はある。ああ、逆にですか。そう、なんか修行僧みたいなさ。ああ、なるほどね。そう。断食してたんでしょ。そうそう、もうほぼ断食。まあ、水分は取るけ、取らなきゃあサウナ行くからさ。はい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 、はい、うん。あれだけど、まあ、ほぼ食ってない。あ、きつ。それよ、試合しましたね。いや、でもそのおかげでなんかね、なんかいろいろいいことも起こりそうで、なんか人間的になんかこう強くなれた気がするから。確かに、確かにそうですね。なんか本当にこう、すごい経験ですよね。多分、なんか、だからほんまゲームの世界で言うたらもう経験値めちゃめちゃもらったみたいなね。飛び級アップするぐらい。はぐれメタルめちゃめちゃ倒したみたいな。でもそんな感じですね。うん、いやーいいなー、試合したいなー、いいっすよね。だから僕もその言ったらもう試合でもうブチ切れたんやったらいいんすよ、うんうん、もう試合でブチ切れてくれたんやったらね、その戦いの場にも行く前にもうブチ切れてもうたから、もうほんまもう何しとんねんみたいな感じですよ、もうこっちからしたらほんまにかわいそう、昨日ほんとかわいそうやね。いやでもみんなね、温かいコメントの人が多くて。あ、そうっすね。いや、怪我させ合う競技だからね。まあ、そうっすね。まあ、ほんまに、うん、まあ、そうっすね。まあまあ、しっかり直して、またなんか遊びの動画撮りましょう。そうっすね。え、もう普通になんかその、お酒飲んだりとかできるんですか？もうそんだけ、そんな大きい手術ですけど。うん、まあその腫れがひ、まあ1、2週間、うん、まあ、1週間か、まあ3日か、まあまあもう、まあ明日からでも、まあ別に。そうなんですね。取りました。ちょっと僕も退院したらまた連絡させてもらいます、庄司さんだから。じゃあ、もちろん、またライブも入院中暇なんで、はい、そうですね。もう何日間いるの？僕一応予定では明後日退院です。手術した。ああ、そうです。そうそう、わかりました。また来年だったら遊びに来るんで、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。待ってね、リフト君。はい、ありがとうございます。頑張ります。お疲れ様です。です。